お前の着物を元カノに貸した。は？そんな怖い顔すんなよ。なんか会社の式典で使うからって相談されてさ。そういえば香りが何個か持ってたなって思って。龍二さんの言葉に急いでタンスを確認すると、中は無造作にいじられていた跡があった。確かに龍二さんの言う通り、一着足りない。これが普通の私物でも私は許せない。だがさらに許せないことに、ここにしまっていた着物は全て亡くなった私の母の形見だった。さらに悲劇はそれだけではなかった。後日返された着物に触れ持ち上げると、その異常さは一目瞭然だった。これどういうことですか？アスカさんはああとうなずくと、笑いを含みながらこう言った。裾長いから少し切っといた。言葉通り着物は裾部分が切られてしまっていたのだ。落ち着けってアスカ、弁償ならするからな。なだめるように私に語りかける龍二さんに、私は吐き捨てるように言い払った。それなら1500万払えよ。こいつら絶対に許さない。私は高井香織、30歳、歯科助手として近所の歯科医院で働いている。昨年結婚したが、これからも正社員として変わらず働くつもりだ。結婚相手は高井龍二さん、私と同い年の30歳。龍二さんとは友人の紹介を通じて知り合った。初めて会った時からそのコミュ力の高さには驚いた。香織ちゃんと結婚できたら幸せだろうな。こんな可愛い奥さんが家にいたら俺何でも頑張れちゃう。お酒が入っているとはいえ、出会って数時間足らずで、しかも紹介してくれた友人の前でこんなことが言えてしまうのだ。友人があまり多い方ではない私は、龍二さんのノリが正直苦手だった。誰にでも同じようなことを言っていそうだし、あまりにも調子がよく見えてしまう。紹介してくれた友人には悪いが、龍二さんと私は別世界の人間、タイプが違う。さっきのもきっと社交辞令だ。最後に連絡先は交換したものの、これで会うことはもうないだろう、そんな風に思っていた。ところが龍二さんはその後何度も私に食事の誘いをしてきた。最初こそ断っていた私だったが、あまりにも連絡が来るので、その勢いに負けてしぶしぶ承諾。二人きりで会うのは緊張したが、龍二さんはコミュ力が高いだけあってデートは楽しかった。その後も龍二さんに押されるままにデートを重ね、気づけば交際するようになっていた。そして交際から半年ほど経った頃、私たちは結婚した。結婚を機に一緒に暮らすようになった私たちだが、ここで気になることが出てきた。それは龍二さんの幼馴染だ。龍二さんには1歳下の幼馴染がいた。金本飛鳥さん、私とは真反対の人。つまり龍二さんに似たタイプだ。社交的で物おじせず、服装も少々派手気味で露出が多い。そんな飛鳥さんは毎週のようにうちを訪れた。新婚さんのお家にお邪魔しちゃってごめんね。そう思うなら来るなよ。なあ香織。いや口ではああ言いつつも、二人は本当に仲が良く、お互いに気を許しているのが伝わってくる。なんなら三人でいると私の方が邪魔者なのではとさえ思えてくるほどだ。お二人とも本当に仲がいいんですね。腐れんってやつよ。一時期は付き合っていたこともあるけど、結局お互い浮気して別れちゃったし。龍二は遊ぶにはいいけど、旦那としてはね。え、浮気というワードも気になるが、それよりも二人が元恋人同士だという衝撃が私を襲った。距離感も近いし、新婚早々やたらと遊びに来ることは気になったが、
それは幼なじみだからだと自分に言い聞かせていた。男女の仲ではない、兄弟のようなものなのだと。疑う私の方が悪いのではとさえ思っていた。だがたとえ一時期とはいえ付き合っていたとなると話は別だ。お二人は恋人同士だったってことですか？恐る恐る尋ねると、アスカさんはケラケラと笑いながら返した。やだ、改めて言われると照れるけど、そうだね、リュウジの元カノの一人です。高らかに手を挙げて宣言したところで、別室に行っていたリュウジさんが戻ってきた。最後のアスカさんのセリフが聞こえていたのだろう。慌てて私に弁解を始めた。バカ、何言ってんだよお前。違うんだよ香織、確かに付き合ってたけど、ほんと一瞬だし、今は何ともないから。こいつのことは1ミリも女だって思ってないから。そこまで言う？ひどい。だいたい香織が優しいからって新婚家庭に入り浸ってんじゃねえよ。ほら今日はもう帰れ帰れ。しっしっと手で払うように言うリュウジさん。アスカさんは不満そうに頬を膨らませていたが、リュウジさんに強引に背中を押されて帰っていった。ごめんな香織、あいつが変なこと言って。でも本当に過去のことで今は何にもないから、なんならもう来ないように言っとくし。うん、大丈夫だよ。リュウジさんはそう言っていたものの、その日から私のアスカさんへの見方は変わった。家に来る頻度は減ったが、どうしても疑いの目で見てしまう。アスカさんもリュウジさんも社交的な性格だ。もともと誰とでも距離感は近いし、ボディータッチも多め。それが元恋人同士だと知ってしまえば、現在の妻としていい気はしない。余裕がなさすぎて情けない。自分の器の小ささにうんざりしたが、こればっかりはどうにもならなかった。何にもないと信じたくてもそういう目で見てしまう。ただ胸の中はモヤモヤしつつも、せめて二人の前だけでは平然とするように努めた。それが良くなかったのだろうか。私が気にしていないと思った二人はだんだんとその親密っぷりを上げていった。ちょっとアスカと買い物行ってくる。なんていうのは日常茶飯事だ。仕事帰りに一緒に食事をしてきたという事後報告もあれば、二人で同じ市内にある義実家に顔を出してきたなんてケロッと言われたこともある。いくらなんでもやりたい放題すぎるんじゃないか。幼なじみでもさすがに私の中の許容範囲を超えている。既婚者の振る舞いではない、元カノだと言うならなおさらだ。リュウジさんにもう少し控えてもらえるように言ってみよう。それがダメなら事後報告だけでもやめてほしい。面倒な妻だと思われてもここは言っておかないと。密かにそう決意していたある日、リュウジさんの口からとんでもない言葉が飛び出した。お前の着物を元カノに貸した。は？元カノ？そんな怖い顔すんなよ。元カノって言ってもアスカのことだから。なんか会社の式典で使うからって相談されてさ、そういえば香りが何個か持ってたなって思って。リュウジさんの言葉に急いでタンスを確認すると、中は無造作にいじられていた跡があった。確かにリュウジさんの言う通り一着足りない。これが普通の私物でも私は許せない。だがさらに許せないことに、ここにしまっていた着物は全て亡くなった私の母の形見だった。なんで私に黙って勝手に貸しちゃうの？これが大事なものだって知ってるわよね。震える声で言うとまずいと思ったのか、リュウジさんは焦ったように私の機嫌を取り出した。ごめん、本当にごめんって。ほらアスカとお前なんかピリピリしてただろ。だからさ、仲良くなるきっかけになればいいなって。は？意味わかんないんだけど。
女子ってさ、物の貸し借りで仲良くなったりするじゃん。そんな話は聞いたことがないが、仮にそんな説があったとすれば、それは当人同士で貸し借りした場合だろう。知らない間に貸し出されていた私としては、窃盗にあったことと何ら変わらない。とにかく早く返してもらって、あと今後一切このタンスには触らないで。なんだよその言い方、こっちは良かれと思ってやったのに。リュウジさんはダンと足音を響かせながら不機嫌そうに部屋から出て行った。少し言い過ぎてしまっただろうか。本当に私のためを思っての行動だったとしたら、いや、だとしても私は許せない。まずは一刻も早く着物を返してほしい。アスカさんが着物の扱いに慣れているとは思えない。着物は手入れが大変なのだ。無事なうちに返してもらわないと。リュウジさんのフォローよりも、私は勝手に母の形見を触られたことと着物のことで頭がいっぱいだった。その後、冷静になったリュウジさんから、よかれと思ってやったけどごめんと謝罪を受け、私たちは仲直りした。なるべく早く着物を返してもらうようにリュウジさんにお願いしたが、それから1週間が経過しても着物は返ってこなかった。聞けば会社の式典はとっくに終わっているようだが、忙しくてなかなかうちに返しに来れないという。あんなに頻繁に顔を出していたのに何かおかしい。だったらこちらから取りに行くと言ったが、それに合わせる時間すらないというらしい。だったらどうしろって言うのよ。リュウジさんを問い詰めても、何度も言ってるんだけど忙しいってさと諦めモードだ。もしかしてこのまま返さないつもりではないのだろうか。いや、まさかそこまで非常識な人ではないと信じたい。私はモヤモヤしながら日々を過ごしていた。リュウジさんに着物を持ち出され、2週間が経とうとしていた昼下がり、私は仕事を終えて車で自宅に向かっていた。私の勤め先の歯科医院は月に一度、院長が勉強会のため午後を休診にする日がある。今日がその日だった。溜まった家事を片付けて、先に夕飯を作っておこう。何の気なしに駐車場に車を止めて玄関を開けたところで、私はえっと首をかしげた。リュウジさんの仕事用の革靴と見覚えのある女性もののスニーカーが無造作に脱ぎ捨てられているのだ。何度か自慢されたから覚えている。このスニーカーは確かアスカさんのもの。こんな平日の昼間に二人で部屋にいるなんて、やっと着物を返しに来たのだろうか。いや、それとも。頭に浮かぶ横島な考えを振り払いながら、私は足音を立てないようにリビングへと向かった。リビングと廊下を隔てるドアは少し開いていて、中からは二人の話し声が聞こえる。どうやら私が帰宅したことには気づいてないらしい。私はドアのそばでそっと耳を澄ませた。しばらく聞き耳を立ててみたものの、二人の話す内容はいつもと変わらないものだった。仕事の愚痴や友達の近況など、他愛もない世間話だ。なんだ、やっぱり私の考えすぎか。自宅で浮気でもしていたらどうしようかと思った。着物のことはともかく、現在の二人は本当にそんな関係ではないのだろう。ほっと安堵した私はゆっくりと立ち上がった。今から出ていくのは気まずいけど、せっかく会えたのだから着物について催促したい。だが、そっとドアに手を伸ばした瞬間、信じられないセリフが耳に飛び込んできた。とりあえずシャワーだけ浴びてくるけど一緒行く？私は伸ばしかけていた手を止めた。頭が真っ白になりながら、ドア越しの会話に全神経を集中させる。どうしようかな。てか今日はもう終わりなの？一回だけ？猫なで声を出すアスカさん。
その返事が全てを教えてくれるようだった。なんということだ。二人はもうとっくにことを終えて、いわゆる事後のピロートーク中だったのだ。リビングで？どうやって？今服は着てるの？手慣れてるようだけど、一体いつから？頭の中をぐるぐると疑問が浮かんでは重なっていく。そんな私をよそに、リビングの二人は楽しそうだ。だって俺この後会社戻らないと。最近上にも怪しまれてるっぽいしさ、自由にやりすぎたわ。なら仕方ないね。シャワー行こう行こう。うっかり忘れ物して香織ちゃんにバレないようにしなきゃ。いやほんとそれ、着物も早く返せよ。あいつねちっこいからな。笑い声とともに風呂場へと遠ざかっていく足音。二人が完全に風呂場に入ったことを確認した後、私は叫びそうになるのをこらえて、なんとか家を出て車に乗り込んだ。そのまま急いで最寄りのスーパーの駐車場まで移動する。そこでやっと涙がこぼれ落ちた。なんてことだろう。あの口ぶりからすると二人はもうかなり前から浮気してるに違いない。それだけでも腹渡が煮えくり返るほどに憎い。だがさらに許せないのは、あれほど催促している着物の件に対して二人が全く悪いと思っていないということだ。あのタンスに入ったものは全て母の形見であることも、とっても大事なものだということも、結婚するとき龍二さんには伝えたはずなのに、あろうことか何度も催促する私を小バカにしていた。勝手に貸し出したこともあれほど怒ったというのに、謝罪だけしておいて何も響いてなかったのだ。もういや、絶対に許せない。着物は絶対に取り返す。でもその前にあの二人の浮気の証拠を徹底的に集めてやる。本当なら顔も見たくなかったが、有利に離婚するためにひたすら普通を装った。むしろボロが出ないためにと、日頃より龍二さんに優しく寛容になっていたと思う。夫が自分を裏切っているのだと分かっておきながら、毎日顔を合わせるのは辛かったが、証拠が集まるまでの我慢だと自分に言い聞かせた。私が口うるさく言わなくなったことにより、ますます二人は自由に行動するようになった。おかげで証拠は順調に集まり、私はついに龍二さんを問い詰めることに決めた。二人が浮気するのは決まって平日の昼間、龍二さんの外回りの時間だった。場所は自宅だ。私が仕事だと思って安心しきっているらしい。そんな二人のもとに私は突然現れてやることにした。浮気の真っ最中に突入してやってもよかったが、それではろくな話し合いもできないだろう。どうせ証拠ならもう十分集まっているから、わざわざ現行犯で問い詰める必要はない。そのためあえて二人が自宅に揃ってすぐのところを見計らって突入してみることにした。か、香織？あれ、仕事は？突然帰宅した私に龍二さんは分かりやすく動揺していた。私は笑顔を浮かべてそれに返す。今日は午後休診になったの。そっちこそ仕事は？ああ、ちょっと休憩というか。浮気の事実を知ってしまった今、休憩の意味が卑猥なものに感じられる。目を右へ左へと泳がせる龍二さん。バカな男だ。これでは浮気しているのが丸わかりではないか。だが私はあえてそのことには触れず、アスカさんに向き直って笑いかけた。お久しぶりです、アスカさん。あ、うん、久しぶり。アスカさんはリュウジさんほどわかりやすくはないものの、動揺しているようだ。髪をいじりながら気まずそうに私から視線をそらす。アスカさんは今日はどうしてうちに？お忙しいと伺ってましたけど。何度催促しても
着物を取りに行くと言ってもその時間さえ作れない。彼女はそれほど多忙だとリュウジさんから聞いていた。そんな彼女がここにいるのはおかしい。少し圧を込めて尋ねると、アスカさんは少ししどろもどろになりつつ答える。そう、忙しかったんだけど、やっと時間ができたの。だから、本当は浮気三昧だったくせに、よく言ったものだ。私はわざとハッとしてみせた。もしかして、着物を返しに来てくださったんですか？アスカさんは、一瞬ポカンとしたが、リュウジさんがすぐにそれをフォローする。そうなんだよ。そのために俺も仕事を抜け出して時間を合わせるためにな。そうなの。ありがとうございます。それで着物はどちらに？アスカさんが答える前にリュウジさんが答える。それがアスカのやつったら持ってくるのをうっかり忘れたらしくて、取りに帰るところだったんだな。そうね。そうですか。急かすようですみませんが、それではお待ちしてますので今からお願いしますね。アスカさんは今すぐと嫌そうに顔をゆがめたが、私は笑顔でうなずいた。またいつお忙しくなるかわからないので、会える時に返してもらいたくて。アスカさんは何か言いたげだったが、リュウジさんがいる手前、何も言わずに着物を取りに帰宅した。30分後、アスカさんは再度現れた。その手には着物が入っているであろう箱を持っている。疲れた。はい、これ。ありがとうございます。私は箱を受け取るとすぐさま中身を確認する。これは着物に触れ、持ち上げるとその異常さは一目瞭然だった。着物を掲げたまま私はアスカさんを見据える。これどういうことですか？アスカさんはああとうなずくと笑いを含みながらこう言った。裾長いから少し切っといた。言葉通り着物は裾部分が切られてしまっていた。私が無言でアスカさんをにらみつけると、彼女はプッと吹き出した。その顔にはもう焦りも動揺もない。いつもの私を小バカにするアスカさんの顔だ。ごめんって。だってあのままじゃダサくてさ。でも大丈夫、私と香織ちゃんって身長ほぼ同じでしょ。切った方がいい感じに切れたから。人から借りたものに勝手に手を加えておいて、なんて言いようだろうか。なるほど、妻のものを勝手に貸し出すリュウジさんとお似合いなわけだ。二人とも非常識にも程がある。私は怒りで手が震えた。だから何かと言い訳ばかり言ってなかなか返してくれなかったんですね。いや、私は別にって感じだったんだけど、リュウジに伝えたらすっごい焦ってたからさ、どうにか直してから返そうと思ってたの。でも切ったものを戻せるわけないじゃない。自分でやっておきながらどうしてこうも他人事のような顔ができるのだろうか。そうですね、では戻せない以上弁償という形を取らせてもらいますが、よろしいですか？アスカさんの顔色が変わった。香織ちゃんってリュウジの言う通りねちっこいんだね。普通このくらい気にしないで大丈夫ですって言うべきなんじゃないの？そうですかね。そもそも普通は持ち主の了承を得ずに着物を持ち出したり、ましてや勝手に形を変えたりしませんので。従順だったはずの私の嫌味な言い方にカチンときたのか、アスカさんの顔がカーッと赤くなる。バカにすんな。いいわよ、払えばいいんでしょ。ほんと性格悪い。何なのこの女。アスカさんはぶつくさ言いながら自分の財布を取り出してテーブルに叩きつけた。好きなだけ取れば。
がめついケチ女。ヒステリックに声を荒げるアスカさん。落ち着けってアスカ。カオリもこんなことになって悪かった。アスカの言う通り弁償ならするからな。なだめるように私に語りかけるリュウジさんに、私は吐き捨てるように言い払った。それなら1500万払えよ。え？リュウジさんもアスカさんも固まっている。私は追い打ちをかけるように続けた。だから弁償してくれるんでしょ？だったら1500万払ってって言ってんの。アスカさんは呆然としていたが、はっとして首を振った。ぼったくりよ。弁償の意味わかってんの？調子に乗って上乗せしてんじゃないわよ。リュウジさんもコクコクとうなずいてアスカさんに加勢する。カオリ、いくらアスカのことが気に入らないからってそれはない。見損なったよ。アスカさんはリュウジさんが自分の肩を持ったのが嬉しいのだろう。にんまりと口角を上げて満足げだ。見損なった？こっちのセリフだわ。元はといえばあなたが無断で貸したのが悪いのよ。妻が気に入らない人間に妻の大事なものを差し出したんでしょ。何それ。そうだ、あなたが代わりに弁償してくれる？それでもいいわよ。リュウジさんはブンブン首を振ると上ずった声で叫んだ。いや、それはそうだけど、だからといって1500万はありえないだろう。人の弱みにつけ込むようなことをして恥ずかしくないのか。この二人が反論してきそうなことは大体予想がついていた。もちろんそれに対する対応だって考えている。私は引き出しからファイルを取り出すとリュウジさんに手渡した。あ、なんだよこれ。リュウジさんは不審そうに受け取り、そっと中を確認すると目を見開いた。横から覗き込んだアスカさんも不思議そうに目を細める。それは私が母から受け継いだ遺産の分割協議書。父と妹と分け合う時に作ってもらったの。その時着物の価値はきちんと調べてあるわ。いや、でもこれが本物だなんて証拠はないじゃない。アスカさんは口ではそう言いながらもカタカタと震えている。リュウジさんは黙ってファイルを凝視したまま言葉もない。二人とも自分がしでかしたことの重大さを自覚し始めているのだろう。お前の言いたいことは分かった。確かにアスカが悪いよな。でもこれじゃアスカもさすがに気の毒だ。せめてもう少し減額してやったらどうだ。アスカさんは勢いよくリュウジさんを振り返った。驚きの表情でリュウジさんを見つめている。は？リュウジ？あんた私にだけ払わせる気？その女の肩を持つの？リュウジさんはファイルをテーブルに置いてアスカさんから距離を取る。当たり前だろ。だって着物を勝手に切ったのはお前なんだから。それに俺は香りの夫だぞ。その女の金に目がくらんだのね。そうなんでしょ。遺産相続してるなんて聞いたから。うるさい、黙れ。リュウジさんとアスカさんは二人で言い争っている。私を見下す時はあんなに仲良さそうにしていたのに、今やお互い自分のことでいっぱいのようだ。二人が喧嘩するのは構わないが、あまり時間もない。私は今日全てに決着をつけるつもりで来た。彼らに聞きたいことはもっといろいろある。リュウジさん、こっちのファイルも見てほしいの。なんだ、カオリ。リュウジさんは笑顔で私からファイルを受け取ると中身を確認した。次第にその顔からは血の気が引いていく。カオリ、その、俺…プルプルと震えながら懇願するようにこちらを見る。リュウジさんに手渡したファイルに入ってたのは、リュウジさんとアスカさんの浮気の証拠の数々だ。よく取れてるでしょ？あなたたちが私を見下して油断してくれたから。
あっという間に集まったわ。ファイルには依頼した更新所が撮ってくれた写真、動画のデータ、その日の二人の行動が分刻みで事細かに書かれている。リュウジさんはしばらく黙り込んでいたが、ぽつりぽつりと話し出した。アスカに寄られて、つい懐かしくなって、ほんの出来心だったんだ。懐かしくて出来心だから、なんだというのか。そういえば許されると思う方がおかしい。自分が既婚者であるという自覚があれば浮気なんてできるはずがない。しかもリュウジさんの場合、期間も回数も決して出来心と言えるものではない。むしろ常習とも言える。実際私が初めて浮気に気づいてしまったあの日、二人の間には何の危機感も罪悪感も焦りもなかった。出来心？あんなに楽しそうに二人で私のことをバカにしてたのに。浮気も一度や二度じゃないでしょ。言い訳するにも無理があるわ。リュウジさんは口をパクパクさせ、ごめん、でも、などと繰り返している。本当に俺はそんなつもりはなくて、アスカが、アスカさんに全てをかぶせて慰謝料を回避したいのだろう。そんなことできるわけがないのに、どこまでも自己保身しか頭のない人だ。言い訳はいらない。とにかく離婚して慰謝料を払ってもらえれば私はそれでいいから。でも俺は香織を愛してるんだ。俺が悪かった。どうかどうか許してくれないか。本当にアスカにそそのかされてしまっただけなんだよ。たとえそそのかされただけだとしても、それで許せるわけがない。私が黙って無視していると、リュウジさんはムッとした顔で声を荒げた。お前と俺との仲はその程度だったのかよ。こんなことで離婚だなんて。こんなこと？私は気づけばリュウジさんをにらみつけていた。新婚早々しょっちゅう入り浸ってた元カノと浮気されてたのよ。あなた、私がどれだけ嫌だったかわかる？でもアスカは幼馴染で。その幼馴染と浮気してたんでしょ？しかも私とアスカさんがお互いを心よく思ってないと分かっておきながら、無断で母の形見の着物を貸し出した。それが何より許せなかった。でもそれはアスカに頼まれたから仕方なく。あなたの私物ならともかく、いくら頼まれたからって私のものを貸し出すなんてありえないわ。夫にそんなことをされてしまっては、この先家の中に何を置いていても安心できない。家族に盗っ人がいるのと何ら変わらない。俺だって最初からあんなに高いものだって知ってたら絶対に貸したりしなかった。香織がちゃんと言ってくれてれば。お金の価値は言ってなくても、私の母の形見だってことは伝えてたよね。大事なものだから、大切にしてるからって。それをあなたはアスカさんに差し出したのよ。私が大事にしているものを邪険にするということは、私自身が邪険にされてるのと一緒だ。実際私はこうして浮気され傷つけられている。本当に優しい人なら、私のことを思ってくれる人なら、そもそも元カノと頻繁に会って不安にさせたりしないわよね。香織、アスカさんは1500万という金額でいっぱいいっぱいのようで、すっかり頭を抱えてへたり込んでいる。お金と自分のことしか考えられない。お似合いの二人ね。香織、待ってくれ、話はまだ。私の方はもう話すことはないわ。心から謝ってほしかったけど、あなたたちにそれは難しいみたいだから、あとは弁護士を通して連絡する。リュウジさんは何やら泣き叫んでいたが、私はそのまま自宅を出た。二人がその後どうなったかは知らない。荷物は前もって新居に移動していたから、その後私があの家に戻ることはなかった。私の相続した遺産を知ったからか、リュウジさんは
離婚について散々ごねていた。心を入れ替える。浮気は絶対にしない。スマホに GPS を入れてもらっても構わない。離婚したくないあまり、弁護士を通してひたすら私への愛や忠誠を誓っていたようだが、そのどれもが薄っぺらいものにしか見えなかった。このままごねても不利になるだけ。私の気持ちはもう絶対に変わることはない。弁護士からの根気強い説得により、なんとか離婚が成立した。慰謝料についてはきちんと払ってもらうのはなかなか難しいかと思われたが、ここは義良心に救われた。義良心は幼なじみであるアスカさんとも長い付き合いのはずだ。てっきり私よりアスカさんの肩を持つと思っていたが、違った。特に義母が私の味方になってくれたようだ。私たちにも娘がいるからわかる。リュウジとアスカさんが絶対に悪い。着物のことだって私も同じことをされたら、母としても娘としても絶対に許せない。結果として義両親が浮気の慰謝料を肩代わりして払ってくれた。今後リュウジさんとアスカさんから分割で取り立てていくそうだ。着物の弁償に関しては金額も金額なので半分諦めていたが、義両親からアスカさんの両親に掛け合ってくれたらしい。全額は今すぐにとはいかないが、今ある限りで払える金額をと、半分以上は払ってくれた。どうやらアスカさんの結婚費用としてご両親が貯めていたものらしい。人様の旦那さんに手を出すような子にお祝いも援助も必要ないだろうから、そう言って渡してくれた。これも分割で後々アスカさんから取り立てていくという。二人とも両親がしっかりしてるのに、なぜあんな風に育ってしまったのか疑問でしかない。今リュウジさんは義実家に住んでいるそうだ。給料のすべてを管理され、遊びのお金どころかお昼代まで決められているらしい。それでも生ぬるいからと、義両親は日払いの副業もさせようと考えているとか。共通の友人曰く、リュウジさんはすっかり落ち込んで参っているそうだ。義実家から逃げ出そうにも、すでにみんな浮気のことを知っているため、友人知人誰も助けてくれないらしい。一方でアスカさんも同じようなことになっていた。ご両親管理のもと、コツコツとお金を返済しているらしい。化粧や衣類にもお金をかけられなくなり、今や別人のように地味になってしまったそうだ。結婚で一発逆転してやる!そう意気込んでいた時期もあったが、彼女が望むような高学歴、高収入な人とはうまくいかず、ただただ年だけ重ねて焦ってきているらしい。人の夫に手を出す前に、彼女には他にやるべきことがあったのではないかと思う。私はあんな短歌を切ったものの、二人から復讐が怖いので仕事を辞めて実家に戻った。今は実家で父と妹と暮らしている。出戻っちゃってごめんねと父に言ったら、両手に花で嬉しいよと笑ってくれた。新しい職場もいい人ばかりだし、休日には妹と遊びにも出られるしで、なんだかんだ楽しくやれている。今度の休みには妹と一緒に着物を着て出かけるつもりだ。高い着物を着て出かけるのは緊張するけど、その方が天国にいる母も喜んでくれるはずだから。あの着物もどうにかリメイクしてでも着られないか、妹とあれこれ画策している。